今回はドラえもんの壊れる展開の絶望感に対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。数は少ないけど、ドラえもんが壊された時ってポケット取られた時以上にどうすればいいんだって絶望感あるよね。雲の王国でラリったドラえもんは子供の頃のトラウマ。ドラは道具以上にいてくれるだけでのメンタルバフみたいなのあるよね。道具がなくてもドラえもんさえいたらなんとかしてくれるだろうって感じの。ブリキの迷宮。こんなになってものび太のことを思っているのがほんと泣ける。ポケットを失ってもドラえもんが無事ならなんとかなるけど、ドラえもんが使えなくなったらどうしようもないよね。ポケットを失ってなんとかなったのとかあったっけ。南海大冒険とかいくつかの秘密道具以外は何もなし。銀河超特急ジャポケットの4次元空間を封鎖されて、その後は最後までポケットの道具は使えなかった。ドラえもんを丸したナポリストラーは大嫌い。ブリキの迷宮のドラえもん号丸シーンは未だに読み返したくないシーントップクラスだ。あの時点だとドラえもん自身バカンスで来ただけで敵がいる認識がない状態で拉致られて号丸受けてるのも辛い。子供の頃ドラえもんの映画は何回も見返したけど、ブリキの迷宮は見返した記憶がない。多分トラウマになってたんだろうな。ブリキはドラえもんが終盤までいない分やイズメがすごく頼もしいんだよね。二人だけで敵地潜入から情報入手して生還するところまで秘密道具なしでやり遂げてる。パワータイプと頭脳タイプで抜群のコンビネーションなんだよね。この後飛行機に乗ってスネオがエンジン入れて操作するのも熱い。スネオはラジコン技術にプラモなどの工作も得意で、話術にも長けて、それで切り抜けたりもしてるから力以外は全て持っているんだよな。ドラえもんがいない時もメカ担当だったりするよね。初見のマシンでもなんとか動かせるのすごいわ。そういえばドラえもんフライリってスネオがメカ担当してたよね。ああいうポジが一人いるだけでも相当心強いよな。スネキチ兄さんもすごいことやってるからな。骨皮かとかゆゆうのお一族。死んではほとんど出てこないけど、ミクロス作ったのもスネオのいとこだしね。ドラえもんが改造する前から人間サイズで難なく二足歩行できる上に、しかも足もができる、ずっと前内蔵されたプロペラで飛べる上に、のび太のランドセルだって得るという。ドラえもんは秘密道具使うのが面白さとして大事な要素だから、最初から最後まで一切道具が使えないってことはないが、ポケットがなくなっても取り出してた道具が少し残っていたり、海底祈願場や鉄人兵団は道具をフルに使えてもなお負けそうな厳しい戦いだった。動けないけどのび太のことを考えてるブリキ、動いてるけどのび太を認識できない雲の王国、どっちも絶望的だな。でも雲の王国の最後を飾った最終兵器が道具でもなんでもないドラえもんのただの石頭なのよ。いよね、宝島だったかなんだか忘れたけど、久々に使われててよかった。他に石頭が使われたのは知っているところだと、ロボット王国と宇宙英雄機。雲の王国で壊れたドラえもんを介護するのび太好きなんだよね。ドラえもんが復活して楽々と迷宮を攻略していく爽快感はマジですごいんだ。ドラえもんが復活してからはマジで秘密道具無双だったからね。ハセ外すとあんな強えんだな。なお、これでも用意はなかった方なので、サンタさんのプレゼントを利用した。雲の王国はジャイアンたちは天上人に軟禁されたのみの綱のドラえもんは故障、のび太一人で脱出しないといけない状況で苦労して帰れたと思ったら、地上は雨で流された後というハードモードすぎる展開。旧作の80年代90年代の作品の展開に多い最高戦力を不調にして退場させるやり口と同じよね。この辺の時期の作品のドラえもん故障やポケット紛失。ブリキの迷宮はステアポケット見つけたとき希望が見えたよね。そこからのび太が道具を駆使してドラえもんを助けるシーンが良いんだよ。ドラえもんの修理できるミニドラが影の MVP。 雲の王国は中盤の壊れたドラえもんもだけど、ラストのガスタンクに突っ込むドラえもんも子供ながらに結構ショッキングだった。導きエンゼルの回のドラえもんの弱り具合は緊迫感がある。ネギ一本足りないだけで壊れるの繊細すぎる。このコケて動けなくなるとことかも。
もともとドラえもん自身製造過程のリコレネギ一本かけて生まれてきた身だからな。その時点で同期のこの利用ロボットの中やがっつり落ちこぼれるぐらいには悪影響あったから。その上さらにネギがかけると命にも関わってくるんやな。劇場版のドラちゃんは指揮官&武器庫担当だから、ここが落とされると一気に戦況が絶望的になるんだよな。通常回だと松虫やベコンベみたいにギャグになりがちだが、ドラえもんに頼れない時の絶望感。ブリキの迷宮とか雲の王国とかのマジでやべえ雰囲気好き。さすがに今じゃ難しいけど、またあの緊迫感を味わいたい。ナポちゃんの末路にはちょっと同情したけど、よくよく考えると何も知らないドラえもんをゴーマルしてぶっ壊して海に捨てたから残党だったわ。頼れないならまだしも、ブリキは事実上ドラえもん丸されてたから今でもトラウマだよ。あいつらも同情的になる部分もあるけど、一線越えた加害者になっちゃったしな。空もどっちが滅びるかの戦争よ。あの海の底の幻覚もしんどいよな。あれがあったからいつもよりえげつない敵の末路にもすっきりだったわ。何より死ぬ直前のもう一目会ってから壊れたかったよっていうセリフがきつすぎてね。復活後のドラえもん無双はカタルシスあったけど今でも直視できない作品だよ。そっからミニドラで修理されるまで意識なかったからな。さすがに今じゃこんな表現できないよな。雲の王国で壊れたドラえもんの絶望感すごかった。ポケットが使えなくなる以上にドラえもんの知恵も頼れないという状況がどうしようもない。雲の王国も友達とはぐれてドラえもんもバグって実質伸びた一人だけでどうすればいいんだ感も好き。そこから昔助けたホイ君に救われるのも好き。秘密道具もそうだけど年長者としての知恵やリーダーシップが一番頼りになるのがよくわかる。スペアポケットや秘密道具をなくす展開も多いけど、それでも引率者として頼りになるからそこまで絶望感じないよね。だからこそドラえもんのリタイアは本当にやべえ時。ドラえもん誕生では頼りなくて誰からもスカウトされなかったドラえもんが、今やのび太のママたちから頼りにされる保護者になっているんだよね。少し前のスレで懐かしくなってブリキ読み直したけど、ドラえもんがいない分ジャイアンがすごく頼もしかったし、スネオも頭が回ってた。歌、技術、射的と得意分野はあれど結局普通の小学生たちだからね。良くも悪くもドラえもんが頼りになりすぎるから本気でやらないとマジでどうしようもない。司令塔の代理が効かないのが一番きついよね。できすぎ呼べばいいって？それはそう。スペアポケットだけあってもやっぱ足りないんだよな。静香ちゃんが冷静すぎる。